はい、どうもラルでございます。ということで今回もにゃんこ大戦争、今回もスイッチ版の方やっていきたいと思います。ということなんで今回はですね、こちら我を忘れた猫超極ムズということで狂乱の巨人の方やっていきたいなと思います。ということで今回なんですけども、編成としては基本キャラクターとプラス猫タコを入れてやっていきたいと思います。で、アイテムに関してはとりあえずスナイパーと猫ボンと、とりあえずニャンピですね、こちらの3つを使ってやっていきたいと思います。ということでささっとやっていきたいと思います。ということで今回も音声の方は後取りなんですけどもやっていきたいと思います。で、これもね途中でね、ニャンピをつけて数十秒ぐらいかな、多分またトイレに行ってるわけなんですけど、今回もね結構めちゃめちゃね長くなってるんですよね。なのでね、とりあえず、まあ最後か終わりらへん、まあ見ていただければなと思うんですけれども、まあとりあえず序盤の方はね、とりあえずまあブラッコリーだったりね、ゴリさんとか出てくるんで、まあとりあえずお財布ダメをしながら、まあ猫本もこう積んでやるんで、まあお財布の心配はそこまでないかなって感じがしますね。でとりあえず、まあ、お財布の方を見てね、大丈夫そうだったら、まあ、ニャンピの方をね、オンにして、あとはもうずっと見てるっていう感じなんで、もう多分その間もしかしたらもうね、ぶっちゃけ喋ることないかもしれないんで、もしかしたら早送りするかしないかわかんないんですけど、まあまあまあ、そしたらって、ここから始まるみたいですね。はい、ということで、もうこっからもうね、もうニャンピが始まるっていうことで、こっからもう11分ぐらいかな、まあ、とりあえずね、もう喋れれば、喋っていきたいと思うんでよろしくお願いします。ということで、まあ、今回ですね、ここからボス戦なんですけども、まあ、今回めちゃめちゃね、ニャンコに関係ないちょっと話をね、一個ずつ話しようかななんて思うんですけれども、今ね、ちょっとね、巷っていうか、まあ、結構ね、世間に騒いでる、コロナウイルスとかいろいろね、やってるわけなんですけど、まあ、それもね、影響がありましてね、今でもまあマスクの供給が追いついてないということで、まあ、どこ行ってもマスクの方がね、置いてなくて、まあ、結構困ってる状況なんですけども、それとともにね、ちょっとね、なんだろうね、事情はわかんないんですけど、トイレットペーパーとティッシュペーパーも今ね、なんかどこ行ってもなんか買い占められてないっていうね、話を聞いたんですけれども、まあね、これを聞いている方はね、ぜひね、まあ、ドラッグストアなり、あとはそうだね、スーパーとかでちょっとね、見てほしいななんて思うんですけれども、本当にないらしくてね、うちの母親にもね、聞いたところ、もうね、なんか買う人がめちゃめちゃいてね、とんでもないことになっても大変みたいなことを言ってたらしいんですけども、まあとりあえずそんなこともありましてね、何が原因でそのティッシュ買い占めてるのかちょっといまいちわからないんですけどもね、まあいざという時にないと結構困るんでね、まあ、もしね、あれば、まあ今のうちにね、買っといた方がいいんじゃないかなと思う。ただそれだけのね、もうね、超どうでもいい話なんですけども、まあね、早くね、マスクの方もね、ちょっとね、供給の方してほしいななんて思うんですけどもね、意外とね、そう、なんか最初の方はマスクね、ないから、まあいいかなとかね、まあそんなに外出ることもないし、まあ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 って感じはするんですけども、徐々にマスクの方がなくなってくるとかなり不安になってくるんだよね。で、もうとりあえず最近ね、やっとね、ボックスの方が手に入ったんで、ちょっと安心はしてるんですけど、それが尽きたらまた心配だなっていう感じがするんでね、本当にちょっとね、マスクのこのね、マスク不足なんとかしてほしいよね。で、なんかアマゾンとかもね、マスク検索してみたりするとね、もう転売屋の方がうじゃうじゃ言ってね、なんか一時すごかったね。なんかワンボックス4000円ぐらいでね、普段だったら多分4、500円ぐらいで買えるのが、もうそれぐらい高騰して何が起こったんだみたいな感じです。もうマスクショックみたいな感じなんですけども、ね。まあ今度はなんか、トイレットペーパーやらティッシュペーパーやらっていう感じがするんで、まあそれもね、とりあえずまた時間の問題じゃないかなと思うんですけどもね。まあ、買い占めるっていうか、まあ、買える時にね、買うのがね、ベストかなと。まあ、そうすると多分ね、もう先に買い占めてる輩がたくさんいるんで、もうね、もうそれ本当やめてほしいよね。もうなんか使う分だけマジ買ってほしいって思う。なんだろうね、ほんとマジでね、なんか買い占めたい気持ちはわかるんだけれども、やめてっていう感じ。もうそれが一番の願いだね。一番ほんとやめてほしいのは転売するのほんとやめてほしい。ほんとにね、もう欲しい人にとってね、ほんとに手に入らないっていうのはかなり苦痛ということもあるんでね、まあ、せっかくっていうか、もう本当にね、マジでやめてほしい。なのでね、ちょ心当たりある方はね、よければ、本当に最低限だけ、買うっていう感じでよろしくお願いします。何のお知らせだこれ。全然関係ねえな。ということもありまして、あともう少しで5分になるんですけども、まあ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 、まだまだ何も変わらない状況が続くんでよろしくお願いします。これ多分もしかしたらなんか、早送りしなくても大丈夫そうじゃない？うん。なんかね、そうだね。コロナの話でなんか全部終わりそうな気がするんだけど、あとね、今、小中高かな。そう、学校の方もね、来週あたりぐらいから、全部ね、休校だっけ？
そんな形があるので、まあ皆さんはね、家にいることが多分ね、かなり多くなるかなって思うんでね、まあそういうのもね、まあそういう形向けにちょっと動画の頻度もちょっとね、時間がね、時間に余裕があればね、ちょっと動画本数も増やしていきたいと思うんで、ここに見てる層がね、その何歳ぐらいか全然わからないんですけど、もしね、その休校にね、当たる方たちがいればね、ぜひ見ていただければなと思います。ということで、まあとりあえずね、やっていく内容はね、まあほとんどオールマイティだよね、ほとんど同じかな。基本的にはね、スイッチ版とスマホ版を並行してやっていくっていう形で、今後どうなるかわからないんですけども、まあいろいろとね、ちょっとね、チャンネルの方も動かすかなっていう感じもするんですけどもね、まあそれもちょっと自分のね、時間に余裕を見ながらやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いしますということで、まあこういうね、長めのね、なんか攻略系の動画になったらね、まあ基本的に雑談とか多いんで、まあこういうね、最近のなんか情勢とかね、まあそういうのもね、お話ししながらまあやっていくのも、いいんじゃないかなとか思いつつね、やってるわけなんですけども、まあとりあえずね、そんな形で、とりあえずもうずっとこれなんだよな、本当に。これ多分大狂乱だと多分 100% 多分勝てないんじゃないかな。狂乱でここまで時間かかるとは正直ちょっと思ってなかったんで、そう、なんか途中でトイレに行って、で、帰ってきたらなんか終わってるかなとか思って戻ってきたら終わっていないっていうね。なので結構長かった。いやー。意外と、まあ、他にもちょっとね、使いたいね、編成もあるんで、まあ、それもちょっとね、随時やっていきたいと思うんですけど、まあ、ここまで時間かかると結構厳しいよね、本当にね。マジで厳しい。まあ、そんな形で、やっていくんですけども、あとね、コロナ全く関係ないんですけど、ちょっとね、俺のね、最近のちょっと体調をちょっとね、ちょっと待って、なんか画面暗くなったよ。画面暗くなった。これあれか、放置しすぎて暗くなっちゃったやつか。申し訳ない。ちょっと暗くなってる、申し訳ないんですけど、気づくまで、これ多分まだ撮れてんじゃないかな。ちょっと気づくまでちょっとお待ちください。で、そう、最近ね、体調がね、なんか、風とかじゃないんですけど、お腹の体調がすごく悪くてね、ちょっとね、半額弁当食べたらそっからお腹の調子が悪くてね、もうずーっとね、なんか違和感を感じるね、感じなんですけど、本当にね、マジできつくてね、俺死ぬんじゃねえかなと思いながらね、とりあえずトイレにこもってたわけなんですけど、まあなんとかね、病院行ったりお薬もらったりとかね、そんな感じでね、まあなんかちゃんとゆっくりしたらね、まあとりあえず完全ではないんですけど、まあ割かしね、良くなったんで、まあとりあえずね、ほんと食生活もちゃんとしないとなっていう感じがしますね。そうだね、あとコロナに関してはね、なんかぶっちゃけそういうね、情報とかちゃんと調べてないんで、なんか、その、対処法とかね、どうやってなんか感染するのかとかも全然調べてないんで、まあそういうのも、ちょっとね、ちゃんとやらないとね、人混みとか本当にマジでね、もう最近怖くてマジでいけない。なんかもうそういうウイルスとかもあるけど、本当に風邪がね、なんか体が弱すぎてすぐ人混み行くと風邪とかね、体調ダウンしちゃうんで、本当に腰なんだかね、マジで。まあ、ちゃんと多分ね、体動かしてないっていうのもあるんで、またね、Twitter でも言ってるウォーキングもまたちゃんと開始しないとなと。まあそろそろ体調の方も復活してきたんで、まあウォーキングもしつつね、ちょっとね、体作りもね、していこうかなと思うんでよろしくお願いします。ということで、なんだかんだであと8分。まだボスの方は倒れませんね。もう全然関係ない話してね、これでなんとかね、繋げるかなとか思ったけど、まだ4分ぐらい残ってんだよな。どうしよう、これ。話す内容もうねえよ。とりあえずどうしようか。どうしようか。もうとりあえずでも、もうじき終わる。でも意外とね、なんか見てるとね、割となんかいい勝負してるんだよね。まあ、ニャンピューでも、まあ、なんとかなったなと。まあ、波動出されるとね、もし猫タコがいないと結構壊滅的になるんですけど、意外となんか猫タコもちゃんと、まあ、ニャンピューの方で出していただいてもらってるんで、いただいてもらってるというか、まあ、とりあえずね、出たりと全然ありかななんて、思いますが。あとはそれぐらいかな。まあ、また今後もですね、とりあえず、まあ、体調ダウンだったり、まあ、あとはね、自分のね、ちょっといろいろな事情で、まあ、動画の方が上げられなかった期間もあったりしますが、まあ、とりあえずね、まあ、いろいろね、ちゃんと上げられるように合わせていきたいなと思うんで、とりあえず、まあ、レア地区の方も貯めていったりとか、まあ、いろんなね、ちょっとね、コミュニケーション取りながらちょっとやっていこうかなと思うんで、よければね、積極的っていうか、まあ、とりあえず、コメントいただければなと、まあ、それでね、まあ、コミュニケーション取ってね、行きましょう。楽しくね、まあ、ね、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
いらっしゃいます。ということで、まあもしかしたらね、投稿頻度の方も多くなるかな、どうなんだろうなって感じがするんですけれども、まあとりあえずね、よければな、こいつ今日投稿頻度やべえなと思ってもね、まあね、最近ね1コメントか2コメントかね、結構ねコメントいただくんで、まあそれでもいいんでね、よければなんかアクションいただければなと思うんで、よろしくお願いします。なんか俺の動画のなんだろうなんか、うん、お決まりみたいになってるんですけどもね、なんかなんだかんだでね、そのね1コメ2コメっていうコメントね、嫌いじゃない、結構好きかなと思うんで、まあそんなことも、ありつつ、まあくだらないコメントでもいいんでね、よければよろしくお願いします。まあ返せるときには返すと思うんで、よろしくお願いします。まあやっぱりね、ちょっとね、あの上げて数時間とかだとね、結構コメント見るんですけどもね、結構時間経ってからコメントいただくと結構ね見落とすことがほとんどなんで、ほんとちょっと申し訳ないんですけど、まああのたまたま開いてね、目にかかったときはちょっと返そうかなと思うんで、よろしくお願いします。まあそんなこともね、まあそういう話もしながら、今後もね、こういう長い動画とかあったら、まあね、こういったね雑談しながら、まあやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。とりあえずやっと11分来たぞ。これそろそろ終わるんじゃね、ちょっと見ていくか、そろそろ。もうなんか何の話してたのかもうよくわからないけど、まあ、完全 100% にゃんこ関係ない話でしたが、とりあえずもうじき終わるんじゃない、もうじきちょっと見ていきましょうか。なんかさっき同じことやった。お、ここで終わったね。はい、終わりました。ということで、一応、基本キャラクタープラス猫タコレなんとか勝ちましたね。まあ本来はね、ムートとか、まあバルとか入れればもうちょっと変わるんじゃないかなと思ったんですけどね。まあどうしてもやっぱりね、基本キャラクター全部で、やっていきたいなっていう部分もあったので、まあ、とりあえずなんとかこちらのステージもクリアできてよかったんじゃないかなと思います。また他のステージもね、とりあえず基本キャラクタープラスアルファで、ちょっと攻略もしていきたいなと思うので、まあとりあえずそれもね、まあできる編成でやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。ということで、無事勝ちました。ということでまたね、なんか思いつきましたら動画にしたいと思うんで、よければ次回も見ていただければなと思います。ということでほとんど雑談だったんですけどもね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またね。